はい、ということで新キャラのねヒットとケフラの性能がね来てるんで、解説していこうと思います。まずはヒットから見ていきましょうか。やっぱイラストちょっと違和感あんだよな。はい、とりあえず見ていきましょうか。アーツが打撃2枚持ちで、4ダメ 10% 10カウントアップの打撃が1枚ついてると。で、打撃打つたびに気力5回復して、必殺が突進系の特大。これか、特殊カバチェンから繋がるやつですね。結構演出かっこよかったね。発動時必殺4ダメ 20% アップ、気力50減少。発動時に気力減少か。珍しいな。すごい珍しいですね、突進系で。で、アーマー持ってて、時飛ばし中に必殺を使うと敵に衝撃属性の特大ダメージ。で、発動時カード1枚ランダムドロー、必殺4ダメアップ、敵に火ダメ 20% アップか。まあ、時飛ばし中は敵動けないんで必殺からね、直でもう1話繋げれるというか、圧ガンガン繋げれるんで圧1枚は相性いいかもですね。うん。って感じか。で、特殊圧、これがすごい複雑そうですね。見ていきましょうか。ユニークゲージ最大時に、特殊を使用時、全範囲に対する時飛ばし攻撃を発動する。この攻撃はバニシングで避けれない、カバーチェンジできない、時飛ばし攻撃がヒットしなかった場合、自身のユニークゲージは全て消費される。ヒットしないっていうことあんの？時飛ばし攻撃が。ヒットしないってどういうこと？で、全範囲なのにヒットしないことなんてあんのかな？で、ヒット時、時飛ばし状態となり、自身以外の行動を一定カウント停止させる。時飛ばし状態中、自身のユニークゲージが徐々に減少して、ユニークゲージが0になるとフィニッシュ攻撃を発動し、そうなんだ。フィニッシュ攻撃発動するんだ。敵に衝撃属性のダメージを与え、時飛ばし状態を終了する。そして、時飛ばし状態中に与えたダメージは蓄積され、フィニッシュ攻撃時のダメージに蓄積したダメージが上乗せする。すごいな、これ。かっこよさそうですね。うん。で、まあ、時飛ばし状態中以下の制限が適用される。あ、ライジング打てないんだ。じゃあ貫通つくけど、ライジングが打てないって感じか。なるほど。で、交代禁止。そして、自身の究極圧がヒットすると、自身のユニークゲージが 0% になり、時飛ばし状態が終了する。そして、究極ヒットでそうなんだ。ユニークゲージが強制的に時飛ばしが終了と。で、究極圧を除き、時飛ばし状態1のダメージは 50% 減少すんのか。さすがに、そうか、やりすぎか。なるほどね。まあ、こういうところで抑えてくると、ちょっとこれでヒットの評価、落ちたかもしれませんね。さすがにちょっと 50% 減少は、まあ強いんだけど、それでも。もう超ぶっ壊れでしょうって感じから、まあちょっと許してもいいんじゃないかなぐらいには見えてきたね。ライジングも打てないし。うん。青属性でしっかり受けれそうなんだね、これだったら。で、フィニッシュ攻撃または究極圧以外で敵を戦闘不能にできない。敵の防御系アクション、カウンターや自動回避などは発動しない。なんで50ブルとかは、まあ効かないと。で、ユニークゲージが 100% 未満の時に、時飛ばし状態中以外に特殊を使うと、カード1枚ドロー、気力40回復、大規模ダメアップ、ユニークゲージが 10% 増加が3回までと、特カバ無効が10カウント。特カバ無効持ってるの偉いね、普通に。で、時飛ばし中に特殊を使うと、カード1枚ドローし、気力回復をダメ30%アップが5カウントと。いうことで、なんとまさかの、時飛ばし中のダメージ 50% 減少あるんですね、さすがに。まあ、これで若干ちょっと許せるんじゃないかな感は出てきましたけど、ライジングも打てないしね。なんか、ちょっと削れ切って相手を落としに行くっていう感じで使わないと結構難しそうですね。そんなに一体を集中してぶっ殺すよって性能ではなさそう。で、究極圧が時飛ばし、連殺超特大ダメの、発動時バニシング 100% 回復、クリティカル 30% アップ3カウント、踏ん張り貫通、10カウントつくのか、長いね。で、射撃アーマー付きということで。まあまあまあ。まあフィニッシュ攻撃があるんで、ちょっとこの辺も楽しみね。どんな感じで、ダメージが乗っていくのかっていうのね、最後に一気にね、発動すると思うんで。そこ魅力かなと思いますね。まあとりあえず使うのはめっちゃ楽しみ。で、メインで、究極持ってきて体力 20%、気力50回復、究極ダメが 40% アップ、クリティカルダメージ 15% アップ、40カウント、待機短縮5カウントと。まあまあまあ。待機カウントも短縮できるのか。うん。で、ウルトラビが、宇宙代表ですね。ゼットアビも、まあまあまあ、宇宙代表と兄弟。で、バトル開始、4ダメ110、火ダメ60、ドロソク1段階、消極化、ユニゲが初手から 25% あると。セミのユニフラ鳴いてますね。で、バイン出た時に自身に4ダメ 30% が消去負荷で2回つく。まあ、石腕みたいな感じか、2回目以降フルパワーになるよって感じか。
で、青特攻持ちが、なんと2回まで持ってんのか、バイン出たら。やばいな。で、コストダウンが、3が発動回数2回。まあ、とりあえず1回目より2回目出た時の方がやばいですね、いろいろ性能が。で、能力低下の発生を無効にするのが10カウント。さらに、ユニークゲージが最大の時特殊圧を次にドローする。わー、じゃあもう、ユニークゲージ溜まったら自動で時飛ばしがドローされるんですね。で、アーツを使用するたびに、1以下の効果。あ、まあ、ここは緩字だったね。体力 3% 回復。まあ、極ベジみたいな感じで、圧消化で回復だったり、消去負荷の火ダメカット感、火ダメカットの、貫通が最大 30%、クリティカル成立が最大 30%。で、場に出てる時に敵が圧使用しても体力 3% 回復とか、必殺究極ダメアップなんで、まあ、耐久に寄せても結構面白いかもですね。うん。で、ユニアビ二つ目、カバーチェンジ、打撃射撃に対応した両カバチェン持ちで、無効化、無効化じゃねえわ。まあ、必殺で追撃可能と。で、時飛ばし中を除き、バイン出てる時に、まあ、宿は控えにいる時、まあ、試合が進むにつれてユニークゲージが溜まっていくよって感じですね。で、時飛ばし状態にすると、気力50回復のアーツ4枚、リロードされて、踏ん張り貫通10カウントついて、能力強化、状態強化消去。まあ、50% ダメージカットあるとはいえ、敵にバフ消しをね、押し付けてるんで、まあ、普通に火力は出せそうですね、性能的にも。で、まあ、回復、非回復両ダウンも、敵に与えると。で、敵を戦闘不能にするために、気力40回復、気力40減少を、弾1個減らすよって感じの能力ですね。まあ、さすがに振り向こうなかったとはいえ、青特攻なんかもあるんで、まあ、結構無理やり、本当に、50% 減があるんで、相手の体力が半分とか、そんぐらいの敵に時飛ばしをヒットさせて、うまいこと縛って落とすって感じの使い方になるかな。まあ、とりあえず使うのすごい楽しみですね。まあ、いろいろ時飛ばしも検証しがいがありそうなんで、こういうの検証してほしいよとかあればコメント欄書いてくれると嬉しいです。個人的に同時に時飛ばしすると、どんなのかが気になりますね。で、あとは無課金ケフラですね。これは明日実装かな？共闘が明日更新なんで。まあ、一応見ときましょうか。タグやべえな。タグやべえな。はい。で、必殺が遠距離系で大ダメ、必殺ダメアップ。アーツ後1枚封印か。10カウント封印長いな。で、特殊が、射撃を持ってきて気力30回復、味方の射撃をダメ20%アップ、体力カウント3短縮。で、メインで射撃持ってきて体力気力回復、特化版向こう15カウント、まあ偉いね。味方能力低下解除、能力強化消去。こう見ると無課金トランクスやばくない？リロードして、アーツ全補充されて、気力も回復して特化版向こうついてたんですけど、こいつ射撃1枚しか引かないんだ。で、ゼットアビア宇宙代表イベントガールズの、まあ、射光棒上げね。で、4ダメ 80%、被弾、カウント付きで80カウント消去負荷で、さらに 40% か。無課金キャラにしては結構4ダメ持ってるって感じか。で、射撃の4ダメが 20% さらに追加で上がってて、被弾 50% カットと 15% カットを、15% カットの方は30カウントで切れちゃうか。で、大射撃ヒット時回復量ダウンの能力低下15カウント、敵が交代すると 10% 回復、神の木と退治時に4ダメ 20% アップ、コストアップの能力でバフ。で、敵全体にクリティカル発生率ダウンの、デバフを与えるみたいですね。ただ、ヒットって消去負荷だったよね。回数、制限がある方のクリティカル。で、さらにバトルメンバーに、代表かガールズがいると、味方の4ダメアップ、気力回復等々。で、敵と対峙で気力回復4ダメアップとかあるんで、まあ、まあでも無課金キャラって感じですね。まあメインで特化バンクをつけるのが偉いぐらい。うん。あとは、覚醒のケフラの方。これも明日なのかな、おそらく。あ、というかまだこっちは来てないのか。これ来週なのかもしれないね、もしかしたら。わかんないけど。21号この間来たばっかな気がするんですけど、どうだっけ。まあとりあえず今日ではなさそうですね。で、新しいユニークフラグメントもちょっと見ときましょうか。これね。赤の宇宙代表につけれるんですけど、必殺回復、非回復量アップが 10%、打者棒 15%、打撃 30%。まあまあまあ、まあ強いねって感じのフラグメントにはなってますね。うん。これも新しく来たのか。ライバル宇宙の打撃タイプにつけれて、うわー、これクリティカルやばいな、これ。やばくないこれクリティカル。30、18、13上げということで、51% 上がんのか、最大で。やべえな、これ。
つけてみるのすごい楽しそうですけどね。って感じかな。まあ、とりあえず15時にガシャ来ると思うんでね、使ってみた動画等々、上げてくんで、よろしくお願いします。まあ、使うのはすごい楽しみ。石も無課金で2万4000個くらい今から貯めてくるんで、はい、たくさん引こうと思います。ということで、使ってみた動画見てくれる方はぜひチャンネル登録お願いします。先ほども話しましたが、検証してほしいこと等あれば、コメント欄に書いてください。ということで、お疲れ様でした。